ニューヨークイコール橋本淳也、芸術家小野陽子さんが所有する米国人画家バスキアの絵画、カブラ、が16日、ニューヨークの競売会社サザビーズでオークションにかけられ、1095万3500ドル、約12億3300万円、手数料込み、で落札された。売上の一部は、小野さんと夫でビートルズの元メンバー、ジョン・レノンさん、個人、が設立した慈善基金に寄付される。カブラは1981から82年に描かれた。80年代に落書き風の作品で人気を集めたバスキアはニューヨーク生まれ。88年、薬物中毒で27歳の若さで死去した。サザビーズでは、今年5月にもバスキアの作品が競売にかけられ、日本人経営者が1億1050万ドル、約124億円で落札して話題を呼んだ。